シワ町は、森岡都市圏の南部、岩手県の中部に位置するシワ郡の町である。昭和30年に一町八家村が合併し、誕生した。森岡市と花巻市の中間に位置し、北上川が中央を流れ、東は北上高地、西は大宇山脈がそびえる。国道4号など6本の幹線が町を南北に走り、インターチェンジや3つの JR の駅があるなど、 交通の便に恵まれた町である。近年は、オガールプロジェクトをはじめとした公民連携による町づくりで注目を集めている。シワ町は森岡市のベッドタウンとして人口が増加している。地名のシワはいくつか由来の説があり、歴史書には、小シバシワともある。町長、 熊谷泉平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、2.02%減の32,614人であり、増減率は、県下33市町村中5位。市和町はこれまで、岩手ナンバーが割り当てられていたが、2014年11月17日から、ご当地ナンバーである、森岡ナンバーが交付されている。 日詰、駅東日本旅客鉄道高速自動車、国道一般国道県道主要地報道、一般県道公民連携の手法を全国に先駆け、導入した。JR 市は中央駅前の町有地10.7ヘクタールを中心とした都市整備を図るため、町民や民間企業の意見をもとに、平成21年3月に市は町公民連携基本計画を策定。 この基本計画に基づき、平成21年度から、シワ中央駅毎年整備事業が開始した。小ガールプロジェクトが全国から注目を集め、地価の上昇や人口の社会増などの影響が出ている。同プロジェクトの視察数が日本一を果たしている。黒森山しがり和ぎ神社。ありがとうございます。